ユニバーサル、ジュネーブ社ポールルーターデートユニバーサル、ジュネーブ社ホワイトシャドージェラルド・ジェンタがデザインしたタイプ、トリコンパックスマイクローターの動作。機械に埋め込まれた小型ローターにより薄型化を実現したユニバーサルジュネーブは、スイスにある、時計メーカーである。懐中時計の時代から複雑時計を得意とした。クオーツショック以前は、クロノグラフのキャリバーも自生するマニファクチュールであり、 クロノグラフのコンパックスシリーズ小型ローターによる自動管キャリバーを使用したポールルーターシリーズがメーカーを代表する製品として知られている。その後はクォーツショックにより衰退したが、かろうじて命運を保って21世紀の現在まで存続している。しかし、日本では代理店等を置いておらず、新作の入手は困難となっている。コンパックスは ユニバーサルジュネーブが使用しているクロノグラフのブランドで、当初は大型のキャリバー285、キャリバー287が使用されたが、その後小型のキャリバー283、キャリバー481、キャリバー281に置換され、1970年頃まで自社製機械を使用していた。ありがとうございます。